昨夜の件、ありがとうございます。学長の口添えがなければ、親衛隊を相手に全滅するところでした。それで、調査報告ですが、赤羽島については進展なく、調査隊の面々も、先の報告以上に変わったことは、いえ、一つだけ、現状を見る限りですが、明確に五花殿の学長から指示を受けて動いていると断定できるのは、七の里小吹一人です。彼女は、親衛隊と荒玉の関係についても知っているようで、ですが、はい、了解しました。この件については、以降触れないようにします。いえ、南無薬師影光については、まだ。はい。学長のおっしゃる通り、確保に努めます。昨夜は、イレギュラーな通話でご迷惑をおかけしました。次の定時連絡までは、直通での通話を控えます。お疲れ様です、マリワ学長。エレンとカオルのサポート、ご苦労だった。先ほど、江藤かなみと十条日和を仲間に迎えるテストは、無事終了したと連絡が入った。今頃彼女たちは、モクサとの合流地点へと向かっているはずだ。役に立ててよかったです。それで学長、私たち調査隊は、これからどう動けば…いえ、彼女たちをどう動かせばいいでしょうか。親衛隊に同行している指揮下の機動隊に協力者がいる。彼女が赤羽島に関して面白い情報を持ってきてくれるはずだ。ここで直接と言いたいところだが、どこで聞かれているかもわからないからな。わかりました、学長。では私はそちらからの接触を待つことにします。ごめん、むすみさん、この通り。何がですか？たくさんごめん。今回親衛隊から助けてもらったこともだけど、正直清香のこと都市に向いてないって思ってた。戦えないならなんでここにいるんだろうって。でもなんか清香さ、私なんかより全然強いじゃん。すごかったよ、親衛隊を相手にしのぎきってたよね。そんなこと、やっぱり私ダメです。さっきも怖くて怖くて、やっぱり戦うのは嫌です。あ、でも今一つだけいいことも。朝倉さん、私のこと清香って呼んでくれました。え、あ、ごめん、つい。さっきの戦闘の時も、とっさに清香って。ああ、本当にごめん。なれなれしかったよね。謝ってばかりですね。でも、本当に嬉しいんです。ちょっとだけ、朝倉さんと仲良くなれた、そんな気がします。なんだ、てめえらくたばってなかったのかよ。で、うちの隊長と父江はいねえのか？父江って…二人は定期連絡とかあるみたい。それより小吹さん、どこ行ってたのさ。戦闘中にいきなりいなくなるから心配したよ。あ？私の荒玉ちゃんを山盛りぶっ潰しに行ってたに決まってるだろうが。ああ、もうすっげえ楽しかったっての。またやろうぜ。帰ってきた、鎌倉。たった数日だったけど、なんかめちゃくちゃ長旅をした気分ですね。そういえば、私のホテルの部屋どうなっているんでしょうか。私、いきなり招集されたので、午前試合の観戦のために借りた部屋に
荷物が置きっぱなしになっているんです。それはでも平城学館の人が回収していると思うわ。最悪でもホテルが保管してるんじゃないかしら。そうですよね。恥ずかしいもの見られてないといいな。そうそう、それで結局伊豆で赤羽島が引き上げられたっていう話はガセネタだったってことでいいんだよね。青とかの幼児さん、どこから仕入れた情報を私たちに教えてくれたんだろう。そうね。でもあまりあの人を責めちゃうのはどうかしら。情報はあくまで情報だもの。ほら、おかげで江藤さんたちと再会できたわけでしょ。うん、そうだね。ああ、無事に逃げられたかな、十条さんとかなみ。無事だといいけど。でも、むしろ私たちにとっての問題は、目下のところ、親衛隊がノロを操っていたことについてね。ミルヤさんは、見逃された以上、もう関わるべきじゃないって言うけれど、ずっと黙っているわけにもいかないし。正直、めちゃくちゃ混乱してる。だってあれってさ、もうトジのすることじゃないよね。ノロを自分に注射して、ノロの力を使うなんて、あんなの正義じゃない。怖いです。何が起きてるのかわからなくて。私たちのしていることは本当に正しいんでしょうか。自信がなくなってしまいます。あれ、小吹さんどこ行くの。研究棟。私が所属してる研究室に顔出すんだよ。安心しなって。別にお前らのことチクったりしないっての。おい、なんでてめえらがここにいるんだ。いや、なんとなく気になったから。朝倉さんがついていこうって言ったから。年長組二人はなんか別に用事があるってさ。いや、それは聞いてねえよ。まあ、七の里さんのお友達ということなら。朝倉さんにむすみさんですか。第十六研究班へようこそ。模擬戦闘オペレーターの伴つぐみです。私たちの班は成果処理を担当しています。主にですが、他の班の研究成果を実地で確認する係ですね。成果処理ですか。要は実験で使われた荒玉の処分をしてんだっての。掃除屋ってこった。ずっとですか。楽しいぜ。好きなだけ愛しの荒玉ちゃんをぶっ潰していいってんだ。なあつぐみ、せっかく来たんだから少しやらせろっての。ママ、せかさないでください。そもそも顔を出しに来たって言いますけど、本当は暇だからこれをしに来ただけですよね。ふん、当たり前だっての。いいからさっさと荒玉の用意しろっての。弱え、なんだこりゃ。こんなのしかいないのかよ。ママ、そう怒らないで。残念ながら今は七の里さんが喜ぶような荒玉はいないんです。七の里さんが留守の数日間、ふらりと現れては処理をしていく方がいて。あん？誰だそいつ。私。ち、てめえか。受け止められるなんて思わなかったな。せっかくの不意打ちだったのにつまんないよ。ここの荒玉も弱くて暇つぶしにもならないし。やっぱりそんなこったろうと思ったぜ。てめえ人様のおもちゃに何してくれてんだっての。どういうこと。この子誰。
つば九郎夢、局長様の親衛隊、四天王の残り一人だよ。え、このちっちゃい子が親衛隊ですか？夢、てめえさっきも私じゃなくて清子のやつを狙っただろ。え、私ですか？バレちゃった？だってこのお姉さん平城の娘清子だよね。聞いたよ、強いって。マキお姉さんたち相手に一人で戦ったんでしょ？ああ、そういうことかよ。だったらお前らで好きにやってろ。親衛隊はもう私たちに手は出さないって。それに私たち、あのこともまだ誰にも。関係ないよそんなの。だって私はそのお姉さんと戦いたいだけだもん。いや、だからそんなのダメだって。いくら親衛隊でもそんなことさせるわけには。あ、そう。ふん、じゃあお姉さんたちさ、みんなで遊んでよ。私が相手してあげる。千鳥のお姉さんほどじゃないけど、やっぱり強いんだね。決めた。え、何をですか？もう少し楽しませてくれるよね、お姉さん。だからね、弱い人たちが邪魔だから抱いてて。どかないよ。二人とも邪魔だって言ってるのに、おとなしくお休みしててよね。そんなことはさせません。そうです、荒玉を解放すれば。へい、シャッターオープン。七の里さん、お友達を連れて今のうちに逃げてください。はぁ、何やってんだバカか、てめえ。そんなことしてねえで、さっさと人を呼びに行けばいいだけだろうが。あ、そういえばそうでした。思わずテンパってしまって。小吹さん、こうなったら荒玉を蹴散らしてからバンさんと一緒に逃げるよ。とにかく被害が広がらないようにしないと。当たり前だ。楽しいおもちゃを目の前にして退散できるわけねえだろうが。さあ狩りの時間だ。愛してるぜ、私の荒玉ちゃんたち。あ、いや、そうじゃなくて。ああ、もうどうしてこうなるのさ。朝倉さん、荒玉の退治あらかた終わりました。残りも数匹だけです。わかったよ、清香。バンさん、こっち早く。あ、はい。七の里さんもこちらへ。はあ、まだ終わってねえだろうが。いいですから、一緒に逃げてください。気に入らない。せっかく楽しめそうだったのに。なんで。邪魔。なのに一瞬で。親衛隊ってそこまで強いの？ダメだよ、逃がすわけないでしょ。見ててよ、私の方が強いって教えてあげるから。逃げられたでしょうか？それは大丈夫だと思うよ。親衛隊のつば九郎さんが狙ってるのは清香みたいだし、間違いなくこっちを追ってくるはずだから。どうしてなんでしょうか、
私何もしてないのに。同族嫌悪ってやつじゃねえの？お前ら二人とも神童なんて言われてたんだろ？そんなの昔の話です。でもさ、これだけ騒ぎが大きくなれば高津学長も手を回してくれるよね。伊豆の時だってほら、私たちには手を出さないようにって親衛隊の人たちに言ってくれてたわけだし。無理じゃね。ていうか、あのつば九郎夢がうちの学長の言うことなんざ聞くかっての。少なくともうちの学長は私の、ああ、私らのことなんざ。うん、高津のおばちゃんが大切にしてるのはさやかちゃんだけ。お姉さんたちのことなんか替えのきくパーツくらいにしか思ってないもんね。二人とも、うちまだいける？つば九郎さんは強いよ。正直3人でかかっても勝てるかわからないけど、やろう。うん、そう来なくちゃ。お姉さんたち面白いよ。あれを使うほどじゃないけど、少しだけ本気になってあげてもいいかも。それ以上は看過できませんね。あ、誰？その子たちのお姉ちゃんズかな。そういうことです。ジーヌ、ミルヤさん。なるほど、まさか伊豆の続きですか。我が校の学長からは止められていますが、親衛隊の方が手を出してくるというのであれば、私たちも相手をさせていただきます。何それ、お姉さんたち群れすぎ。うん、知ってるよ知ってる、弱いから群れるんだ。はあ、つまんなくなっちゃった。弱い人たちを倒しても私はつまんない。帰る。助かった。どうなることかと思いました。ありがとう小吹ちゃん、美穂のちゃんと清香ちゃんを守ってくれて。は？そんなんじゃねえっての。そう？それでもお姉ちゃんは嬉しいわ。とにかくみんな無事だったわけだしね。無事というには満身創痍な気もしますが、大事に至らずに済んだことは良好です。とにかくまずは一刻も早くここを離れましょう。その上で皆さんに話したいこともありますので。赤羽党を撒いているのが誰なのか、何のためなのか、それらを知るために東京へ向かいます。撒いているですか？今、撒いているって言いましたよね？はい。赤羽島が荒玉の体内から発見される理由について、昨日、匿名での密告があったと瀬戸内千恵さんに長船から連絡があったということです。行き先は東京の北の隅、赤羽という町です。そこで詳しい話をしてくださる方と会うため、我々調査隊が刀剣類管理局を代表して伺うことになりました。なんだかやっと調査隊らしいお仕事です。もう荒玉や親衛隊の人たちと戦わなくていいんですね。よかったね。はい。でもどうしてその方はいきなり密告を、じゃなくて話してくださる気になったんでしょうか？そうですね、私たちもそのあたりは気になったのですが、瀬戸内千恵さんと話し合った限りではおそらく
調査隊が結成されたことと関係があるのではないか、ということでした。でも、ミルヤさん、それってつまり…ん？はい。別段秘密裏に行動していたわけではありませんが、それにしては反応が早すぎますね。刀剣類管理局の中にスパイがいるのか、それとも誰かが情報をリークしているのか。どちらにしろ、こちらの動きは筒抜けと思っていいでしょう。いえ、それどころか相手は、情報が筒抜けになっていることを、こちらに知らせる意図すらあるのかもしれません。警告、ですか？もしかすると、注意をしてくれているのかも。そうね。警告よりは注意が嬉しいわね。スパイとかノロを使う研究とか、そういうのは、もうなしにしてほしいもの。ですよね。